ウシガエルの若い個体ウシガエルは、ムビモクアカガエルかアメリカアカガエル族に分類される、カエル。北米原産。アメリカ合衆国東部、中部、カナダ南東部、メキシコ北東部に、自然分布する。模式標本の産地は、チャールストン周辺。日本、大韓民国、台湾、アメリカ合衆国領プエルトリコ、ヨーロッパ、キューバ、メキシコ。 タイ、マレーシアに外来種として定着している。体長11から18センチメートル。体重500から600グラムほど。頭部の幅はカシラよりも長い。孔子の水かきは非常に発達する。オスの背面は暗緑色で淡黒色の反紋がまばらにある。メスの背面は褐色で反紋がオスよりも多い。ともに面は白いが、 オスでは喉の部分が少々黄色みがかっている。鼓膜はオスで目形の1.3から1.7倍、メスで0.9から1.2倍。鼓膜は非常に大きく、メスでも目の直径にほぼ等しい上、オスではその倍近くある。以前は赤ガエル族に分類されていたが、分子系統解析からアメリカ産の多種とともに単系統群を形成することから、 アメリカアカガエル族ライトバティーズに分割する説もある。一方、アメリカアカガエル族は、形態の差異が大きく、鼓膜が目の直径と同程度かより大きい、格子外側にある隆起がないといった他族とも共通する共有形態しか持たない。水草の繁茂する、流れの緩やかな合戦、地層、湖、湿地に生息する。夜行性。 強い警戒心により、日中も暗唱を好むため、しばしば足の茂み、岸辺の土手、土管、暗渠などに潜み、水中から目鼻のみ出している。外敵が近づくと跳躍して逃げる。夜間は上陸したり、継続的に泣いたりするなど、活動がより活発となる。鳴き声は、武王、武王、という牛に似たもので、和名の由来にもなっている声は、 非常に大きく数キロメートル離れていても聞こえることもあり、時に騒音として問題になるほどである。なお、稀に、にゃーとなく個体も見られることが、2016年9月2日に、朝日放送で放送された、バラエティ番組、探偵。ナイトスクープで確認されている。食性は肉食性。水中、水面、陸上、いずれでも捕食行動を行い、 昆虫類、甲殻類などの節足動物、さらに魚類、両生類、小型爬虫類、鳥類、小型哺乳類、果ては自分より小さい、同じウシガエルに至るまで、口に入る、あらゆる動物が捕食対象となる。日本ではカマキリ、バッタ、トンボ、ヤゴなどをよく食べている。15センチメートル以上の生態になると、ウシガエルの容体や、 オタマジャクシあるいは小型のカエルにとっては、天敵となりうる青ゴミムシ、ゲンゴロウ、タガメなどをも捕食する。水面に落下して動けなくなった昆虫なども、餌となるため、死骸であっても目の前に落ちてくると接触する。繁殖様式は乱生。5から9月上旬に4000から6万個の水面に浮かぶ卵を産む。日本では5の9月に、 寒天室に包まれた六千から四万個の卵を産む。妖精の状態で越冬し、翌年の夏に変態して妖体になる。妖体は水場を伝い、他の水場へ移動する。陶器の生態は、推定の程度に半ば潜り込み、冬眠する。食用とされることもあるため、食用ガエルという別名を持つ。ただし食用ガエルという語は、 食用にされる、様々なカエルの総称としても使われうるので、注意が必要。皮を剥いた後ろ足を食用とし、世界各地で養殖されている。日本には、東京帝国大学の教授であった、動物学者の渡瀬翔三郎が、食用として、アメリカ合衆国から輸入した17匹が、1918年に、横浜港に到着したのが初移入である。 農商無償は急防する農村に副業として養殖を奨励したが、陶器目的の養殖が1923年から1930年頃までは行われたものの、日本ではカエルを食用とする習慣は定着しなかった。1932年に冷凍肉の台米輸出が始まり、1940年には165トンと、 戦前のピークに達したものの太平洋戦争で途絶え、大半の養殖場は閉鎖された。敗戦直後の日本ではドルを稼げる数少ない輸出品として、1947年に台米輸出が再開。閉鎖された養殖場から逃げて繁殖していた牛ガエルの漁が盛んに行われ、1949年には水産庁が、 資源保護のため捕獲制限を通達するほどだった。1969年には輸出量が967.7トンと最高に達したものの、シアトルで日本産カエル肉から農薬が検出されて、翌年に金融措置が取られ、貿易量が激減。1989年には大倉省の輸出統計資料から牛ガエルの項目が削除され、 捕獲対象にならなくなったウシガエルが繁殖するようになった。これに関連し、本種の養殖用の餌として、アメリカザリガニが輸入された。ウシガエルのお玉じゃくし味は、鶏肉、特に刺さ身さに煮る。肉は、油がほとんどないため、炒め物やフライとして食べることが多い。1926年刊行の、実験食用買ず養殖法では刺身、照り焼き、 水物といった料理法も進められている。ただし、フランス料理店や中華料理店を除くと、平成以降の日本では、いわゆる、下手物料理を出す店でしか見られない。食用かわずく用刀が、東京都江戸川区の浄土周法流寺にある。現在の日本では、口述するように法律で流通が規制されたこともあり、本種が食用として利用されることは、まずない。しかし、 実験動物としての需要は、なおも大きい。食用として養殖された個体が逃げ出し、日本各地のみならず世界中に定着している。日本では、水産試験場の手動のもと各地に放築が繰り返されたが、食材としての価値が薄れると必要なくなった本種を処分しようと、さらなる放築が横行した。また、教育や、 実験目的で飼育されていた個体も遺棄された可能性がある。牛ガエルのオタマジャクシの 3D モデル大型かつ、豚欲で環境の変化に強い本種は、在来種に対する、殲滅的捕食が懸念されている。日本をはじめ、アメリカ合衆国や大韓民国では、在来カエルの減少が問題視されており、本種が生息している水域では、 他のカエルが見られなくなってしまった場所もある。国際自然保護連合によって、世界の侵略的外来種はアースト100に指定されている。ほか日本でも日本生態学会によって、日本の侵略的外来種はアースト100に選ばれている。こうした悪影響から、ヨーロッパや韓国では、輸入が禁止されている。前述の問題から、日本でも2005年12月に特定外来生物に、 指定され、使用、保管、運搬、放出、輸入などが規制された。2015年に、環境省の生態系被害防止外来種リストにおける、総合対策外来種のうち、重点対策外来種に指定されている。ありがとうございます。